アラン・ホールズワース、アラン・ホールズワース、アラン・ホールズワース、1946年8月6日から2017年4月16日は、イギリス出身、在アメリカギタリスト、主にロック及びジャズフュージョン界で活躍、卓越した技巧を持ち、個性的な演奏を聴かせた。イギリスウェストヨークシャー出身、父は音楽家、最初の楽器は、 サックスとクラリネット、17歳からギターを弾く。1969年に、イギン・ボートム・レンチのギタリストとして、デビュー、リード、カルも担当している。その後、ヤンカーズ・ニュークリアス、テンペスト、ソフト・マシーン、ニュー、トニー・ウィリアムス・ライフ・タイム、ゴングなどといった、プログレッシブ・ロック、ジャズ・ロックのバンドを渡り歩いて、名声を高めた。1978年には、 プログレ界の大物が集った UK に参加した。しかし、音楽的方向性の違いから、こちらもアルバム1枚で、ビル・ブルーフォードと一緒に脱退する。その後は、ビル・ブルーフォードとブルーフォードを結成したが、これもアルバム1枚で脱退する。1980年代にはレコード会社と契約できない時期が続いたが、自主制作にて IOU を発表。その後、 ウォールズワースに収縮するエディバン、ヘイレンの助けを得て、ロードゲームスを発してからは、順調にアルバムを発表するようになる。音楽的にはフュージョンに分類されるが、数多いギタリストの中でも、屈指の高度な技巧を存分に発揮し、今日までジャンルに関わらず、ミュージシャンズミュージシャンとしてその名を広く知らしめるようになった。2003年には、ソフトワークス、 ソフトマシーンの元メンバーによるバンドに参加するが、例によってアルバム1枚で脱退。2008年から2010年にかけてはソロでの活動だけでなく、テリー・ボジオ、トニー・レヴィン、パッド、マステロットとの連名バンドとも称されるデモツアーを行っている演奏曲はすべて即。2009年、次回作がスティーブ・バイのレーベル、フェイバード・ネーションズから、 リリースされることが予告されるものの、結局未発表のまま2017年に死去することとなってしまった。2011年2月、彼は21世紀初めてとなるレコーディングを現在楽しんでいるよ、とギタリストが Facebook のコメントで語った。2017年4月に死去、去年70歳、コード演奏の際に大きな手と長い指で弦を押さえるという、 独特のワイドなストレッチを用いたコードボイシングは彼の先輩特許と言われ一番の個性となっている。これは彼がジャズギターの複雑なコードをコピーする際に彼自身の解釈でピアノのボイシングで弦を押さえたのがきっかけだったと言われている。それというのも彼の父親はアマチュアのピアニストであり幼い頃から父の弾くピアノのコード音に感銘していたからだという。 エディバン・ヘイレンがライトハンド奏法を始めたのは、ホールズワースの曲をコピーした時に、左手の指が届かない音を右手の指でカバーしたのがきっかけだったと言われているが、この説に対して、ホールズワースは異論を唱えていて、実際ホールズワースが UK でアメリカツアーをした時、UK は無名時代のバン・ヘイレンの前座であり、その時すでにエディバン・ヘイレンはタッピングを行っていたらしい。 隣接する弦への移動が少ないのも特徴で、このテクニックはスキッピングと呼ばれる。1980年代のテクニカルギタリストブーム以降この技法は上等手段とされているが、彼はこのテクニックをほとんどその活動の初期から用いていたようである。また、できる限りピッキングの音を立てず、まるで息を吹き込むように、レガート、滑らかにフレーズを弾くのも、 特徴の一つであり、彼独特の透明感や浮遊感を醸し出している。初期の演奏では比較的ピッキングを多用している。また、ここ数年はプリングオフを全くしなくなったので、ピッキングの頻度が上がっている。ピックは極力、人差し指と親指で緩く持ち、撫でるようにピッキングする。使用しているピックは、材質がナイロンで、厚さが 1mm のジムダムラップ製。 コードやアルペジョをフィンガーピッキングで行うこともある。左手のレガートテクニックは特徴的ではあるが、連続したプリングオフはあまりしないようである。これはプリングした際に出る猫の鳴き声のような音、プリングノイズが気に入らないからとのこと。なお、プリングの際には下側に弦を引っ張るのではなく、指で上側に弾いている。 フィンガリングでは対応できないレンジでの音階移動等では稀にタッピングを行う場合によっては両手で二つの音を鳴らす和音タッピングやコードを鳴らした上に右手のタッピングでメロデーを重ねるというテクニックを見せるまたローディにナット側の弦をミュートさせタッピングの際鳴らしていない他の弦が鳴って音が濁らないようにすることもある全体的にタッピングを行うことは あまり多くない。ポジションも頻繁にチェンジする。レガートに弾いているのは事実であるが、スキッピング、ポジションチェンジや複雑なスケーリング、アルペジオなどの組み合わせで、単純に目で見たからといって、一致外には解読不能な演奏を展開している。ビブラートはロック系ギタリストに多い、フレットと平行に弦を揺らす、激しいものは使用せず、もっぱら。 クラシックギターのように、弦と平行に、ビブラートをかけている。アーミングによるビブラートは、工述する、スタインバーガーのトランストレムのアームを短く切ったもの、最も短いものでは4センチメートル程度を使い、右手の手刀で微妙なニュアンスのビブラートをかけている。時折アームを後ろに回して押さえて、ビブラートをかけることもある。トランストレムの和音の平行移動機能よりも、 トランストレムの柔らかいアームのタッチが気に入っているようで、むしろアームでビブラートをかけるのに最も適したユニットとして、これを選んでいる。チョーキングやコードをかき鳴らすストロークといったテクニックは、ほとんど行わない。彼は、インタビューの中で、芝板状の運指のイメージから、新たな音階を発送するといったことがあり、このことは、彼の音楽的発想の特徴と独自性を示す、ものである。 トーナルセンターなどの他人が考案した無調的な作曲技法は嫌いであるとのこと。また、新たなスケールの着想が得られた場合はカードにメモを取るらしく、そうしたカードのストックは膨大らしい。フレージングとしては数学的な手法を用いてフィンガリングパターンを視覚的に組み立てる。また彼は機材に対する探求心も旺盛で、 初期の頃から市販品に彼独自のアイデアを盛り込んだ改造ギターを使用していた。現在主流であるストラトタイプのボディに平たいシバン太いフレット、ハムバッキングピックアップを搭載するなどの改造は彼のアイデアが大元であると言われる。ホールズワースがストラトキャスターを改造することに着眼したのは元々のストラトのスケールの長さと玄関ピッチの 広さにアドバンテージを感じたからであると言われている。ピックアップはパッシブタイプの比較的出力の低いハムバッカーをモチールが彼がセイモアダンカンに作らせたモデルはネジになったポールピースが両側に並ぶという独特の構造であり、彼によるとそうすることによって偏りのない音が得られると考えているらしい。そのモデルの市販品は四芯だったが、 彼が愛用しているのは、単なるビニールカバーの導線ではなく、エナメル線を使い下に新シールドと呼ばれるものである。現在は生産されていないが、カスタムショップ製は、現在も市販、かつては単体で販売されていた。このモデルは、形式が SHR1 であり、このモデルには59モデルがベースのものと JB モデルがベースのものの2種類が存在すると言われている。 つまり出力的には異なるバリエーションも存在している。形式が SHR1 になる以前は5 9ビットと言われるモデルを使用していたが、これもダブルアジャスタブルポールピース仕様のピックアップデル。ダンカン以前の改造ストラトキャスターにはオリジナルのギブソンフが搭載されていたらしいが、それをダンカンに交換した理由として、両方の違いが聞き分けられなかったからだとしていい。 アジャスタブルポールピースをダブルにするというのも、ホールズワース自身のアイデアであるらしい。ディックナイト製作による改造、ストラキャスターを使用していた時期、数本のストラトのうち、何本かはそれらのピックアップが、ディマジオ社の付モデルであった。ディマジオのピックアップには、当初から出力の比較的高いモデルも存在していたが、ホールズワースは、 フモデルのような低い出力のモデルを当初から好んで使用していた。ピックアップのアジャスタブルポールピースをダブルにするというアイデアであるが、リマジオのフなどはアレンタイプのスクリューではあるが当初からそれらがダブルに配置されそれぞれのポールピースが電池で調整可能であったことから、それをマイナスネジに応用したということかもしれない。そういう意味では全くオリジナルなアイデアではないが、 マイナスネジのポールピースを二重にするというアイデアは、間違いなく、ホールアースの発案によるものだろう。アンプも、現在まで、マーシャル、メサブギー、ヒュースケトナー等様々な真空間式アンプを使用しているが、使用時にトラブルのより少ないデジタルアンプなどのトランジスタタイプの音符も多用している。これは、彼の行う音作りに通じた考えである。 それというのも、アナログ機材しか存在しなかった時代から、意図的に定域をカットしたような、広域が金属的である、ホームダイクな音作りが好みであることもあり、デジタル機材特有の定域不足も気にならないためということが考えられる。また、機材の自作も行う。有名なのは、彼が、ハーネスと呼んでいたラックで、アンプとスピーカーの間に挟んで使用していた。ハーネスは、 彼の説明によると、市販のパワーアッテネーターとは違い、アンプの音質を一切損なうことなく、ボリュームを下げることができるとしていた。つまり、機材の自作とともに、回路の設計も行っていたことになる。このことからも、どういう音が欲しいのかを、彼なりに、論理的に思い描いているということは言える。このハーネスを市販化したものが、ロックと論社のジュースエクストラクターである。 ジュースエクストラクターは3バンドパラメトリックイコライザーを備えて信号をラインレベルに変換し音量の15%をカットする。ラック式のエフェクターを含めこれらのデバイスはいずれも後年になってデジタルアンプの使用等機材の大幅なコンパクト化が図られ材に姿を消している。ハーネスもそうだが完全に平面なシバや対象のポールピースを持ったピックアップ。 ストラップピンをネックの延長状に取り付けるなど、周囲が理解できないようなこだわりも多くある。確かに、スペックとしては試行錯誤の賜物であり、彼が一般化させたアイデアは、広範囲に及んでいる。これまで、主に使用していたギターには、ビルギラップによるカスタムギターがある。これは、スタインバーガーのパーツを流用したヘッドレスで、ボディ及びネックが木製。 オリジナルのスタンバーガーはネックがグラファイトとカーボンを独自の配合で混合した合成樹脂である。ボディをチャンバー構造とすることで弦のなりを生音から増幅する。これはもともと GL シリーズなどのコンパクトすぎるスタインバーガーの特徴的なボディデザインから来る予期せぬ欠点なりの小ささを改良している。またトレモロアームを最も短いものでは4から5センチメートル。 程度まで短くカットし、それに独自のシェイエップを持たせるような改造も取り入れられた。ピックアップはセイモアダンカンのアラン・ホールズワースモデル。前述の通りすべてのボールピースがマイナスドライバーで調整できるようになっているのが特徴で、これはアラン本人がピックアップ自体を調整して、それぞれの弦に対してばらつきのないフラットな音質を得るために採用している。ピックアップは ブリッジ側のみ。その理由として演奏中に音が変わることが彼の観点からは好ましくないかららしい。また近年のインタビューでは磁力の低いピックアップを使う理由としてそれが強い磁力のものでは弦の振動に悪い影響を与えるためと語っている。実際ピックアップが一つだけのレイアウトやシングルコイルピックアップの不使用などはそうした理由からとも考えられる。 一般的にシングルコイルピックアップは磁力が強い。この他にもノーマルチューニングと完全5度チューニングのダブルネックギター、フルスケールのベースよりも長い超ロングスケールのバリトンギター、通常のギターより高い音が得られるピッコロギターなどをディラップにオーダーし使用していた。またスタインバーガー GL-2T のトップを サウンドホールを設けたスプルース材にする改造を施しギターもビル・ディラップの手によるものである。彼はかつて木製のギターを弾くことに飽きていたと語っていたが、ジャスリフ氏のインタビューではディラップ製のギターを含めこれも実の一つに過ぎないと語っていた。スタインバーガーからはごくわずかながらアラン・ホールズ・ワースモデルの GL に T が発売されていた。 ピックアップが前述したセーモアダン完成、アラン・ホールズワースモデルが2つ、フラットな指板、そして従来、GL シリーズに採用された、アクティブサーキットが配された、極めてシンプルな仕様となっている。近年はほとんど使用する機会がなかったが、現在も時折使用しているようである。ビルギラップのギターもそうであるが、非常にコンパクトなことから、 ソフトケースに収めると航空機の座席に手荷物扱いで持ち込むことができる。そうした利便性もスタインバーガーを気に入っている理由の一つである。その他のギターとしてカービン製のギターを使用している。テレキャスターに似たボディ形状とカービン製にハムバッキングピックアップ、チューンオーマチックブリッジとストップテールピースといった仕様になっているバリエーションとして トレモロユニット付きも存在する。カービンとの契約関係は現在も継続しているが、ヘッドレスギターを求めているにもかかわらず、それを作ることがライセンスの問題でできないので、それが悩みの種と本人は語っていた。しかしライセンス関係の問題が解決した2011年により、ヘッドレス仕様のアラン・ホールズワースモデルがアーム付きとアームなし、 1>, 1ピックアップと2ピックアップのモデルが存在する、それぞれが登場した。2016年末頃からヘッドレスギター用のパーツを製造していたメーカーのパーツ供給の問題からカービンがヒップシャット社に特注したヘッドレギター用のブリッジに改められ、同時にギターのブランドがカービンからキースセルギターズへ移行した。カービン製のギターのいくつかには ローランドのヘクサデバイディットピックアップとその回路が組み込まれている。これはローランドの VG-8 をコントロールするためのもので VG-8 自体はミュージシャンとしても尊敬しているジョン・マクラフリンから勧められた。VG-8 システムは言うまでもなくシンタックスの代替的なシンセサイザーとしての役割のためにホールズワーに見出されたものでカービン製のギターを ツアーででで、使使用用ししてていいた時期はソロでも、かなりの頻度 VG-8 を使用している。この他にも、ヤマハの新製品開発や、アーティストリレーションを担当しているイガド、ヤマハギターデベロップメント現在は、名称が改められているのスタッフ、ジョンガデッシーが制作した、ヘッドレスギターを使用している。ボディが一見金属でできているようなルックスのギターで、実際は、バスウッドボディ、 1>, 1フレットにアルバムウォーデン・クリフ・タワーの R5 のインレイが施されているほか、ネックの側面に LED が取り付けられているのが特徴である。彼曰く、ジョンが工場の余暇時間に片手まで作っていたから、完成まで4年かかったとのこと。以前発売されていたドストンプ等のエフェクターや DG シリーズデジタルアンプの開発に参加るなど、彼はヤマハの製品をかなり高く評価している。 特に DG シリーズのデジタルアンプはかなり気に入っていたようで、デジタルアンプが流星だった時期すべてのデジタルアンプを試したらしい。結果的にヤマハを使うようになったが、デジタルアンプ以前でトランジスタではあるが、チューブ式のような音が出るとされたピアースというメーカーのアンプを一時期メインで使用していた。ヒュースケトナー製のアンプでは、その使用の初期にゼンテラというデジタルのデリングアンプを リズム用に使用していたが、その後真空間式のスイッチブレードモデルに変更している。一時期使用していたヤマハのデジタルアンプであるが、それはチューブの動作をこそシミュレートしているが、他社のデジタルアンプのように既に存在しているアンプをシミュレートしたもので枠く、その部分こそがホールズワースが評価していた点であった。また、ラインドライバー、ディストーションの使用であるが、 ホールズワースは、そのクリーンブースト機能を使用しているだけで、ディストーション機能は一切使用していない。ブースターにより、クリーンブーストすることで、比較的低い磁力のピックアップでも十分なサスティンが得られるようで、歪みの少ないリード音を出力している。以前は、軽いディストーションを使用することもあったが、本人は、あくまでもサスティンを得るために使っているだけで、 必要枠のようなものとまで言い切っていた。かつてはギターシンセサイザーを頻繁に使用していたことがある。アルバムアタバクロンのジャケットでも見られるシンタックスを使用していたが音源モジュールを含めた楽器自体が非常に高価なこととシンタックスを生産していたメーカーが倒産してしまいメーカーからのサポートが不可能となったことからライブでの使用を取りやめているアルバムフラットタイヤは ほぼ全編シンタックスによる録音である。古いあたりのラップトップコンピュータを所有しているが、その理由はシンタックスに接続できる唯一のコンピュータがそれであるため、ソフトウェアはカペイス。一時期はギターを完全にして、シンタックスのみを演奏することも考えていたが、前述の通りインタックスの供給が途切れたためギターに戻ることにしたらしい。シンタックスは、 基本的には音源を操作するギター型のコントローラである。そのためにシンセサイザーユニットが別途必要になるが、初期の音源ユニットとしてのシンセサイザーは、オーバーハイム OB-8 と、マトリックス12、およびヤマハの TX-16 であった。特にマトリックス12については、鍵盤部分で操作していないことを示すため、鍵盤部分が取り除かれていた。 これらのオーバーハイム社製の機材もシンタックスの供給元の倒産を機に売り払われた。ライブでヤマハの TX 音源を鳴らす際にはスタイナー社のブレスコントローラー、マスターズタッチのチューブを口に加え抑揚をコントロールしていた。もともとサックス奏者を志していたアランにとってはうってつけのデバイスだと言える。かつてはグローバー・ジャクソンに特注したシャーベルや アイバニーズのアラン・ホールズワースモデル等も使用していた。リアピックアップのみのストラトタイプであるが、フロントピックアップからリアピックアップ直前までが大きくくり抜かれた構造になっており、ピックガードでカバーをすることによって軽量化と箱慣れを得られる構造になっていたのが特徴ある。またグローバー・ジャクソンとは、ボディ材の実験なども言っている。同じタイプのギターをそれぞれスプルース、ジェラトン、 バスウッドと違う木材を用いて、ボディを製作し、伝送系は全く同じものを使用したところ、スプルースは全く使い物にならないひどい音質で、ジェラトンはまずまず、そして、バスウッドが、アランの好みのフラットで自然な音質が得られたことから、以後の彼のギターは、木製ボディに限っては、バスウッドが主体になっている。シャーベル製のストラトを使い出したのは、IOU あたりの時期であったが、 もともとストラトの改造オーダーはイギリスの作者ディックナイトに依頼していた。結局その時のストラトに盛り込むアイデアがもともとのストラトを改造するのでは不可能だったのでグローバー・ジャクソンに一から制作してもらうとにしたらしい。アイバニーズは来日時にスペアとして調達したギターの作りに関心したアランがアイバニーズにコンタクトを取って開発。 市販されたが、後にスタインバーガーのギターと出会ったことから、わずか2年程度の使用、市販にとどまった。また、彼が使用していた、シャーベルとアイバニーズのギターには、市販モデルには採用されなかったアンプのライン、切り替えスイッチが設けられていた。弦は一貫してラベラを使用している。メーカーが小規模ゆえ、ヘッドレスギターに対応した、バリトンギター。 ピッコロギター等の特殊な弦の彼らのオーダーにも柔軟に応え供給している。弦のゲージは1弦が008から6弦が038もしくは040というかなり細い弦を使用している。本人曰く細い弦の方が歪ませてもクリアなトーンが得られる。太い弦だとリズムギターにはいいかもしれないけど歪ませると音が濁ってクランキーな感じになる気がするんだとのことである。 録音機材にコンピュータを使うのが好きではないらしく、レコーダーもスタンドアローンのデジタルハードディスクレコーダーにこだわっている。現在、フェイバードネーションズから発売予定の音源のレコーディングが進まないのも理由はその辺であるらしい。機材の未調達。レコーディングのフォーマットはサンプルレートが9 6 k h z デジタルを使うと音質的にはデジタルボードのサミングの問題で、 その点については気に入らないらしいが、それでもそれはアナログコンソールでの録音より好ましいと考えているようである。デジタルレコーディング自体は気に入っているものの現在の主流であるコンピュータベースのレコーディングに否定的である2006年時点。俯瞰してみるとギターの構造の変遷の中でも割合他のギターリストに見られないものがフォロー構造の導入である。 シャーベルのワンオフモデルなどからソリッドボディのギターにフォロー構造なるルーティングを施し始めている。その後のアイバニーズ、スタインバーガー、ディラップ、カービンでも同様の仕様が施された例外あり。ホールズワースが言うところではギターにフォロー構造を取り入れるとフォロー独特の音響が得られると同時に音がある種原則して伝わる効果がありそこが気に言っているらしい。 テンペストでデビューした当時は、ギブソン ES-335 を愛用していたが、後に板バネ式のビブラートユニットが装備された、ギブソン SG に移行している。SG を使用するようになった頃からアームを使ったビブラートを多用するようになったが、これについては、オリーハルソウルからの影響であると語っている。また UK のインザ・デッド・オブ・ナイトのビデオクリップでは、ピックアップを 元々のミニハムバッカーからディマジオ製と思われるハムバッキングピックアップに交換されたギブソン、ファイヤードを使用しているが、その映像でもアームでビブラートをかけている様子が確認できる。現在、スタインバーガーから送られたポーランドズオティマイナス3、後にビルディラップの手によってシバンロ作成とフレットの打ち替え、フロントピックアップの撤去とピックガードで、 ホロー加工した後を塞ぐ改造がされたに、古いスタインバーガーの GL モデルや、新たに、カントン、キャントンカスタムインストラメンツという、カスタムギターメーカーが制作した、スタインバーガータイプのヘッドレスギターを使用している。カントンの制作したギターの形状は、スタインバーガーとは異なっている。カントンギターはボディに、ホロー構造を取り入れた木製の26、フレットギターである。 カービンのヘッドレス仕様のアラン・ホールズ・ワースモデル登場後はその使用頻度が高くなっている模様。晩年にはストランドバーグのカスタムメイドギターも使用していた。ストランドバーグのギターに採用されているフレットが扇形に打たれたマルチスケールではなくストレートフレットではあるが全フレットのポジションで正確な音程が得られるように 波状になったフレットを使用した、スウェーデンのトゥルーテンペラメント社が開発した、トゥルーテンペラメントフレットシステがインストールされている。特徴的なネック形状のみならず、セイモアダンカンのカスタムピックアップを装備し、ヘッドレスでしかもホローボディで軽量なギターと、アランが求めるものが備わったギターとして、器用に立っている。ギター。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。